久保田店 A さん、ガチで人気がないことをテレビで放送されてしまう。これ見てたけど久保は20位以内にも入ってなかったで。現役退いて長いのに一郎強えな。スペインであれだけ点決めるのがどれだけすごいかってのは一般人からしたらなかなか理解されんわな。かっけえ。マジョルカで何もできないゴミがすごいの。10万人のおばさんに恋人アンケートしててくさ。ハブが2位でお察しやろ。リアルだとものすごい小さい。本当に170センチあるのか。恋人にしたいランキングなら別に驚かんは上下する見た目じゃないしな。八村塁がここに食い込めるのすごくね。言うてぶっちゃけ大谷よりかっこええからな。内田ババアいまだ健在か。相手ユニフォームポイ捨ての件でだいぶ印象悪くなったわ。実際久保建英って何回消すかない雰囲気あるよな。内田篤人強すぎやろ。遠い海の向こうで何点入れようが無意味って香川が証明したばかりやん。1位は一体誰なんや。久保慎だけど胃がん院の方が上。久保がモテると思うか。あの顔で女人気でプロスポーツ選手下げ出したら終わりだろ。実際久保っておっさんファンが多いのか。田舎者って卑怯だよな。久保くんは十分イケメンです。テクニックも他の選手に比べて桁違いの化け物です。まあ田舎者は香川新丸や大迫勇みたいな新生ブサイクをイケメンと勘違いしてるが違い集団であることに変わりません。こいつらはまた桁違いの化け物です。でもこれサッカー選手はみんな野球選手に乾杯してんだな。生えないんだよな久保って。久保健英と藤波慎太郎はタコ感ある。代表戦で活躍してればランクに入りそうだが代表では空気だもんな。ペルーでは大人気だけどな。大谷すごすぎて草。サッカーファン以外はワールドカップぐらいしか見ないからそこで活躍しないと認識されないだろう。大谷はヨーロッパでも人気になってて最近だとさ、ヤクボより知名度高いぞ。サッカー評論家が野球選手なんてヨーロッパでは広告塔にはなり得ないが大谷だけは別って言ってたな。